こんにちは、鹿児島の山口農園機構です。今日は菅のレーザーレベラーを紹介します。点滅してる時が水平を取ってる状態です。で、点灯になったら発光器が回り出す。で、今回は100メートルに対して1センチの高低差をつけようと思いますので、ここを 0.01% にしてやると100メートルに対して1センチの勾配。今回使用しているのは L32S2B です。牽引式のレーザーレベラースタンダードタイプです。前回ご紹介したバーチカルハローの後に使用することでプラウ工での凸凹を慣らすことができます。今回使用している牽引式は油圧パッケージ仕様なのでトラクターからの油圧取り出しは不要で作業油が混入せず、またゴミの起因によるバルブ作業不良が起きません。
レベラーの効果としては高度な水管理が可能となる。関係者で室外干ばつを回避、白かき作業の効率が良くなる。無白かき移植が可能になる。麦、大豆の転作後、水田に戻すと作土が深くなり、田植え機がはまると聞きますが、副田はレベラー後に無白かき移植をすることで、田植え機がはまらず楽々作業ができます。レーザー装置の自動制御により、初めてでも簡単に高低差、プラマイ 2.5 の精度で水平均平を行うことができます。いかがだったでしょうか。菅野レーザーレベラー、ご購入ご検討よろしくお願いします。山口農園機構でした。